皆さんこんにちは、ゆいチャンネルです。今回も12月14日土曜日に開催の、ウーマアドベンチャー13のスペシャルバージョンです。今回は、アルマーニエクスチェンジエリアに出演する DJ 大輝さんと神山聖吾さんに、インタビューです。よろしくお願いします。はい、では早速ですが、今年アルマーニエクスチェンジエリア、今年で2年目となりますが、今回は去年よりも、バージョンアップして登場します。でこのバージョンアップするポイントを、教えてください。そうですね、アルマーニエクスチェンジエリアなんですけれども、今回、僕も去年と今年で2回目の出演になりまして、今回はまあフロアの規模がかなり数倍になるのと、あとはサウンドシステムも海外の最新のものを使いまして、はい、かなり、グレードアップしたエリアになります。まあ、今からね、このビッグステージで出演することをすごく楽しみにしています。ありがとうございます。それでは、当日の音楽や演出について教えてください。はい、アルマーニエクスチェンジエリアは、今世界で一大ムーブメントになっているジャンル EDM を中心としたエリアとなっております。ダンサー演出や映像演出など演出面に、こう華やかさを出した演出を特徴としているエリアとなっています。はい、はい、ありがとうございます。また、今回バージョンアップしたのは他にもあって、パウダールームや、ミーティングポイントが、併設されているとのことですが、ここについてちょっと詳しく教えてください。そうですね、今回パウダールームなんですけれども、鏡やテーブル、チェア完備のメイクアップブースが全部で22個、そしてウェイティングソファーが600あり、約30名が待機できるようになっています。まあ、ヘアメイクスタイリストも常駐していますので、まあ、女性もおしゃれをしながら楽しめるエリアになっています。でまたパウダールーム前には大きなバルーンがありますので、まあ、それが一つ目印となって、お友達との待ち合わせ場所などのミーティングポイントにもなります。はい、ありがとうございます。それでは、それを見ている、ファンの方々に最後に一言お二人からお願いします。はい、ずっと大きなステージを目指して活動してきました。ここまで、大きなステージに立てるようになったのは、応援してくれた方々のおかげです。本当にありがとうございます。当日はですね、まあ、年月が経って今日振り返った時に、あれがスタートだったねっていう大きな印象に残るような夜にしたいと思いますので、皆さん楽しみにしておいてください。よろしくお願いします。はい、ウームアドベンチャーのアルマニエクスチェンジエリアは今年で2回目ですので、今回はそうですね、去年と違ったスタイルでプレイしたいと思ってまして、来年海外の大きなレベルからリリースする楽曲中心に、最先端のダンスミュージックを皆さんにご提供できたらと思います。皆さん楽しみにしていてください。それでは、DJ 大輝さんと神山聖吾さんでした。皆さん遊びに来てください。